どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらですね、 SPG アメックスクレジットカードの更新特典についてですね、詳しくね解説していきたいというふうに思います。 SPG アメックスクレジットカードね、発行された方はですね、結構気になっている部分ではないのかなというふうに思っておりまして、1年目はねもらえないわけなんですけども、2年目にね突入するとですね、SPG アメックスのですね、年会費更新の特典が受けられるっていった形になっておりまして、もらえる特典としてはですね、無料宿泊特典っていうのがもらえるのと、マリオットボンボイホテルの宿泊実績がね5日分もらえるっていう特典がねついているわけなんですよね。で、今回の動画ではですね、無料宿泊特典についてですね、こちらがいつ付与されて、どんなホテルでね利用できて、でどのようにね利用するのか、またねおすすめホテルはねどこなのかっていうのをですね、解説ねしていきたいというふうに思います。でですね、宿泊実績5日分に関してはですね、こちらはマリオットボンボイのですね、上位ステータスを獲得するための宿泊実績っていった形になっておりまして、マリオットボンボイのねステータスに関してはゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーっていうふうに分かれているわけなんですけども、まあ、こちらのですね上位ステータスを獲得するための宿泊実績のね5日分がもらえるっていった形になっております。またですね、こちらの宿泊実績に関してはですね、2020年11月現在ですね、マリオットボンボイはプラチナステータスマッチっていうのをね行っているわけなんですけども、こちらにあったりですね、今現在ね休止しているプラチナチャレンジってありますよね、こちらの宿泊実績のカウントには入らないっていった形になっております。ですので、年会費更新でもらえるね宿泊実績に関してはあくまでね年間規定の宿泊数でステータスをね獲得される方向けっていう風になっておりますので、この点はね覚えておくようにしてください。では次にですね、無料宿泊特典に関してなんですけども、こちらはね基本情報に関してはこんな感じになっておりまして、一括ね5万ポイントで付与されるっていうね宿泊券っていう風になっておりまして、こちら5万ポイントがね一括で付与されるっていった形になるわけなんですけども、プラスね2万ポイントして7万ポイントで利用したりですね、5万ポイントのうち少ないポイントのね2万5000ポイントのホテルで2泊するみたいなね、そういった感じでは利用することができないっていった形になっております。またですね、宿泊できる人数に関してはですね、1泊2名までっていう風になっております。こちらに関してはですね、ちょっとね後で解説させていただきますね。またこの無料宿泊特典についてはですね、ブラックアウトっていうね設定がないっていった形になっております。またですね、有効期限は1年間っていう風になっておりますので、こちらね1年以内にですね利用するようにしてください。利用しないとですね、そのまま失効してしまうという風になりますんで、この点はね注意していただきたいなという風に思います。でですね、ブラックアウトに関してなんですけども、ブラックアウトっていうのはですね除外日っていう風になっておりまして、マリオットボンボに関してはですね、ポイント宿泊であってもこの年会費ね更新でもらえる無料宿泊特典であってもですね、ブラックアウトの設定がないっていった形になっております。つまりですね、無料宿泊特典に関しては5万ポイントね付与されるわけなんですけども、こちらの利用日についてはですね、ポイントの枠さえあれば利用することができるっていった形になってるんですよね。ですので、まあ大抵ね繁忙期と思われる大晦日であってもですね、ポイントの枠さえ空いていればですね利用できるっていった形になっております。かなりねいい特典っていう風になっておりまして、プリンスホテルってありますよね。プリンスホテルのねポイント制度もですね、ポイントでプリンスホテルにですね利用することができるっていった形にはなっているわけなんですけども、プリンスホテルに関してはですね、こちらブラックアウトがね結構厳しいっていう風になっておりまして、まあお盆であったり年末年始であったりですね、プリンスホテル自体が決めているこの除外日っていうのはですね、ポイントで宿泊しようと思ってもですね、ポイント宿泊できないんですよね。まあこういう点に関してはですね、マリオットボンボイのこの無料宿泊特典っていうのはですね、かなり強みかなというふうに思っております。それでは次にですね、無料宿泊特典が実際にねいつ付与されるかっていった話なんですけども、年会費更新が来ますよね。こちらの支払いを完了した1ヶ月後にね付与されるっていった形になっております。で、私に関してはですね、年会費自体の請求が8月っていった形になっておりますので、8月のね支払いに関しては
9月10日にね支払いが来るっていった形になっておりますんで、その1ヶ月後っていった形になりますんで、私の場合はですね10月の18日にですね付与されたっていった形になっております。まあこちらに関してはですねある程度ね前後する可能性もねあるかなっていうふうに思うわけなんですけども、だいたいねそのぐらいで付与されるっていった形になっております。でですねあれいつだったっけみたいな感じでね忘れちゃう時ねあるかなっていうふうに思うわけなんですけども、こちらのクレジットカードのここですね、こちらにですね有効期限っていうのがね記載あると思うんですけども、ちょっとね今テープで隠しちゃってますけども、こちらの約2ヶ月後って思っとくとですね結構ね簡単に覚えることがねできるかなっていうふうに思いますんで、この点もね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。で次にですね無料宿泊特典がどのようにね付与されるかっていう話なんですけども、こちらはですねマリオットボンボイのねアカウントに付与されるっていった形になっておりまして、確認方法なんですけども、マリオットにねログインしていただいて、名前の下にですねアクティビティっていうのがねあると思うんですけども、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですねこのようにね表示されるっていった形になっておりまして、こちらはね PC の画面なんですけども、無料宿泊特典サーティフィケートっていった形で確認することができるっていった形になっております。またねスマートフォンアプリからであってもアカウント画面からサーティフィケートをですねクリックするとこのような感じでね確認することができるっていった形になっております。有効期限はね先ほども言いました通り1年間っていうふうになるわけなんですけども、有効期限に関してもですねこちらに記載があるっていった形になっております。それでは次にですね無料宿泊特典に関してはですね5万ポイントというふうになっておりまして、できるだけホテルカテゴリーがですね高いホテルであればあるほどですね基本的にお得にね利用できるっていった形になっていますので、できるだけね高いホテルカテゴリーで利用していただければなっていうふうに思っております。でですねこちらがマリオットボンボイですねホテルカテゴリー別の必要ポイント数というふうになっているわけなんですけども、オフピーク、スタンダード、ピークっていった形で分かれているわけなんですけども、このオフピーク、スタンダード、ピークに関しては時期でね分かれているっていった形ではなくてですねホテルによってね異なるっていった形になりますんで、ちょっとね一概にこの時期がピークですってね言いづらい部分があります。ですけれども、まあ一般的な繁忙期であればですねピークに設定されていることが多いっていった形になっております。でですねこちらの表をね見ていただきたいというふうに思うわけなんですけども、無料宿泊特典に関してはですね5万ポイントまでっていうふうになりますので、ホテルカテゴリーの6のスタンダードルーム、こちらは5万ポイントでね宿泊することができますし、ホテルカテゴリー7であればですねオフピークのね時期であれば5万ポイントでね宿泊できるっていった形になっております。ですので、まあ、先ほども言いましたけども5万ポイントでね宿泊できるカテゴリーの高いホテルでね利用するのがおすすめっていった形になっております。それでは次にですね利用できるねホテルに関してなんですけども、国内のねマリオットボンボイホテル5万ポイント以下でね宿泊できるホテルに関してはこのようになっておりまして、かなりの数がね利用できるかなっていうふうに思っております。ですけども先ほども言いました通りですねカテゴリーのね高いホテルでね利用するのが、まあ、お得っていうふうになりますし、 SPG アメックスはですね年会費が3万1000円税抜きでかかってくるっていった形になりますので、少なくてもですねこれよりね高いね金額のホテルで利用しないとですねちょっとねお得とはね言いづらいっていった形になりますので、ホテルカテゴリーがね高いホテルでね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。でですねカテゴリー7のですねオフピークであれば5万ポイントでね宿泊できるっていった形になりますので、カテゴリー7のですね国内ホテルに関してはこのようなね感じになっているっていった形になります。ウェスティンホテル東京、シェラトングランデ東京ベイ、リッツカールトン大阪、セントレディス大阪、ルネッサンス沖縄リゾート、シェラトン沖縄サンマリーナ、ウェスティンリストリゾート、リッツカールトン日光、ホテルザ三井京都ラグジュアリーコレクションといった形になっておりまして、まあ、こちらがねカテゴリー7っていった形になりますので、まあ、利用できるのであればですねこちらで利用していただくのがねおすすめっていった形になっております。
またですね、2020年11月現在ですね、カテゴリー7にね位置しているホテル・ザ・三井京都ラグジュアリーホテルに関してなんですけども、こちらはですね2020年の11月3日にね開業した新しいねマリオット系のホテルっていった形になるわけなんですけども、こちらのホテルはですね元々の価格設定がねすごい高いんですよね。またねサービスもねとてもいいっていうね話も聞いておりますので、もしかしたらですねホテルカテゴリーっていうのはですね毎年修正がね入るっていった形になるわけなんですけども、もしかしたらですね価格的にもねかなり高いっていった形になりますんで、カテゴリー8にですね変更になる可能性があるっていった形になっております。ですのでもしね利用できるのであればですね2021年の1月とかであればですね5万ポイントでね宿泊することができるっていった形になりますんで、ぜひね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。週末のね料金なんかでいくと本当にね9万円とかねなるホテルっていった形になりますんで、まあ、ここまで来るとですね年会費のね元どころではなくね利用できるかなっていうふうになっておりますんで、利用できる方であればですねおすすめっていった形になっております。またですね私が実際にね利用したホテルですね、マリオットボンボンホテルね5万ポイント以下で宿泊できるおすすめホテルに関してなんですけども、結構ねおすすめホテル自体はねあるわけなんですけども、特にね良かったなっていうふうに思うのは東京竹芝エリアにあるメズム東京ですね、まあ、こちらはですね価格的にももともとね高い設定であるわけなので、 SPG アメックスのね年会費を下回るっていう可能性もね少ないっていうふうに思いますし、またねホテルのフロントからしてですね高層階に位置しているっていうこともありますので、景色がねすごいいいんですよね。実際にね宿泊させていただいたわけなんですけども、本当にね大満足の滞在っていうふうになりました。ですのでねもしね興味があればですねぜひメズム東京ですね利用してみていただきたいなというふうに思います。もう一つですねおすすめがありまして、ザ・プリンス桜タワーっていう品川駅にあるねホテルなわけなんですけども、まあ、品川駅ということでアクセスもねとてもいいホテルっていうふうになっておりまして、またねプリンスホテルとダブルネームのホテルになっておりまして、プリンスホテルがね3つ並んでるんですよね。でそこはね連絡通路みたいになっておりまして、ここね外なんですけども日本庭園みたいになっておりまして、個人的にはですねこちら散歩するのねかなりおすすめかなっていうふうに思うわけなんですよね。まあ、私も小さい子供はねいますので、ここね宿泊させていただいた際にはですね結構ここでね散歩して遊んだっていう経験があります。またですね品川駅というふうになりますので、お子様連れの方であればですね品川水族館とかもねあるのでおすすめかなっていった感じになります。それでは次にですね無料宿泊特典の宿泊人数に関してなんですけども、一応ですね1泊2名までっていうふうにねなっているわけなんですけども、お子様いらっしゃる方ねどうなるんだって思ってる方ねいらっしゃるというふうに思うわけなんですけども、こちらに関してはですね基本的に添い寝設定があるホテルであれば、小さいお子様であればですね無料でね利用することができるっていった形になっております。ですけどもこちらはですね一概に利用できるっていうのはですねわからないんですよね。まあ、というのもこちらはホテルによってですね対応が変わるっていうふうになりますんで、もしね大人2名子供1名2名みたいな感じでね利用する際はですね直接ホテルにですね確認してから利用するのがねおすすめっていう風になっております。私自身ですね、シェラトングランデ東京ベイっていうディズニーランドのねそばにあるマリオット系のホテルにですね、私と妻あと小さい子供ですね2歳半の子供がいるわけなんですけども、一緒にね宿泊させていただきましたけども、特にね追加料金取られておりませんので、基本的にはですね大丈夫かなというふうに思うわけなんですけども、これがね実際行って追加料金とかね取られてしまうとかなりね残念な気分になってしまいますので、事前にねホテル確認していただければなっていうふうに思っております。でですね海外についてはですねちょっとね問い合わせしづらい部分がねあるかなというふうに思うわけなんですけども、海外についてはですね SPG アメックスのねクレジットカードの裏面にあるですねマリオットボンボイのねデスクに連絡すればですねホテルにね確認取っていただけるっていうこともねやってくれますので、こちらもね覚えておくと便利でね利用できるかなというふうに思います。
それでは次にですね、無料宿泊特典のね利用方法に関してなんですけども、2020年11月現在ですね、こちら利用する際はですね、 PC サイト、こちら公式サイトですね、もしくは電話でのね予約しか利用することができないっていった形になっております。ですのでマリオットボンボイのねスマートフォンアプリありますよね、こちらからの予約であるとですね、無料宿泊特典に関しては利用することができないっていった形になっております。確認はねすることができるんですけども、利用することができないっていった形になってるんですよね。またですね、スマートフォンアプリでこの無料宿泊特典については利用することねできないわけなんですけども、マリオットボンボイのね5万ポイントで普通に予約しますよね、ポイント予約として。それをですね後から無料宿泊特典にね切り替えるっていうことは可能っていった形になりますので、普通にねポイントで予約した後にですね、マリオットボンボイのねデスクに連絡してですね、無料宿泊特典にね切り替えてくださいっていう旨をですね伝えるとやっていただけるっていった形になりますので、こちらもね覚えておくようにしてください。ですけども、まあこちらの方法はですねあるにはあるんですけども、まあ、ちょっとね面倒くさい部分でもありますので、できればですね PC サイトからね予約する方が楽かなっていうふうに思います。でですね、5万ポイントね保有してないから予約できないってね思われる方ねいらっしゃるかと思うんですけども、マリオットボンボイホテルのポイント宿泊に関してはですね、ポイントアドバンスっていうね制度があるんですよね。こちらは到着の14日前までですねポイントを獲得すれば、ポイントがない状態であってもですねポイント予約はね入れることができるんですよね。希望日が繁忙期で今すぐ抑えたいみたいな時はですねおすすめっていった形になっております。またですね、ポイントアドバンスで予約する場合なんですけども、キャンセル規定は確実にねチェックしていただきたいなというふうに思います。こちらねポイントがですね14日前までにですね獲得してないといけないわけなんですけども、これね足りなかったら普通にねお金の請求がね来るっていった形になりますんで、キャンセル規定ね確実にチェックしてからですね利用するようにしてください。またですね、こちらのポイントアドバンスに関しては予約した時にですねシーズンのありますよね、オフピークとスタンダードとピークっていった感じで、でですねポイントアドバンスで予約をした時にですね5万ポイントでね予約できたとしますよね。で実際にポイントが獲得できて予約を確定しようと思った時にですね、必要ポイント数がね上がってしまった場合ですよね、まあ、これが5万ポイントだったものがまあ6万ポイントとかねなってしまった場合ですね、こちらね利用することができないっていった形になりますので、空室をね確保するだけであって予約確定ではないっていう点ですね、こちらもね覚えておくようにしていただけたらなというふうに思います。でですね、ちょっと話はね逸れてしまったわけなんですけども、実際のね利用方法のね解説していきたいというふうに思います。それではまずねマリオットボンボイにねログインしていただきます。でですね、ホーム画面で、まあ、目的地と、日程ですね入れていただいて、左下のですね客室&人数のところに1ルーム2名でね入れるようにしてください。でホテルを検索の下のところにですねポイントサーティフィケートを使うっていうところがあると思うんですけども、こちらをねチェックしていただくっていった形になります。でですね、お子様がいらっしゃる場合であってもこちらね1ルーム2名でね検索するようにしてください。こちらねお子様の分をですね人数入れてしまうと、その分のカウントが入った状態で検索がかかってしまいますので、ひとまずですね1ルーム大人2名で検索していただいて、ホテルに確認するっていった形で利用していただければなというふうに思います。でですね、ホテル検索をねクリックしていただくと、ずらっとね対象ホテル出てくるというふうに思うわけなんですけども、今回ですねホテル座三井京都でね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらね来年の1月だとですね5万ポイントで先ほど出ておりましたので、こちらでね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、必要ポイント数の下に実際のね宿泊金額がね出ているっていった形になっております。こちらね5万ポイントで宿泊できるんですけども、表示はね 78,400 円っていうふうになっておりますよね。かなりねお得
得に利用できるのではないのかなというふうに思います。またね、こちらの表示価格に関してはですね、サービス料等々がね入っておりませんので、実際にはねもうちょっと高くなるかなというふうに思います。で、料金を表示をですねクリックしていただくと、客室のね種類が出てくるといった形になりますので、お好みのね客室を選んでいただくといった形になります。で、客室を選ぶとですね、ご予約の詳細を確認ということで、こちらの画面がね出てくるといった形になるわけなんですけども、下の方にですね一泊分のサーティフィケートっていうところにですねチェックがね入っているかと思うんですけども、こちらがチェック入ってるとですね、無料宿泊特典が利用できているっていった形になっております。でですね、キャンセルポリシーだけね確実にねチェックしていただいて、今すぐ予約を押していただきます。そうするとですね、予約が完了するっていった形になっております。で、料金に関してはですね、今ね予約したホテルに関しては2300円っていうふうにね出ているというふうに思うわけなんですけども、こちらはですね無料宿泊特典に関してはですね、基本的にね無料で利用することができるわけなんですけども、現地でね支払わなければいけない入島税であったりとかですね、ハワイであればリゾート料金とかね、ニューヨークとかだとディスティネーションフィーっていった形で別途ねお金がかかる場合があるっていった形になっております。こちらに関してはですね、ホテルとまあその地区によってね変わってくるっていった形になりますんで、国内であってもですね温泉がね併設されているところであれば入湯税がねかかってくるっていった形になりますし、そういう対象のねものがなければですね完全無料で利用することができるっていった形になっております。せっかくね年会費の更新で無料宿泊特典でねもらっているっていうこともありますので、お金がかかるのはねちょっとって思う方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、料金に関してもですね一応ねチェックしてからですね予約するようにしていただければなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。